今時間は危険。ココチラミ情報まとめ。アニョン、サワヤで韓国で製造中のココチラミ、観光客にも被害が出てて韓国旅行のキャンセルが相次ぐほど対策まとめたから都会予定の人は保存してな。ココチラミの特徴、暗くなったら人の血を吸う、もしされたら強い痒みと赤い斑点が広範囲にできる、発見される場所はここ。自分でできる対策1、ココチラミの存在確認。ホテル到着したら速攻でこの場所は確認、体長大から7ミリぐらいやから直視できるね。ココチラミおったら部屋変えてもらおう。対策2、位置の確認中は見ほどきできず通の場所に置く。ココチラミを侵入させない。対策3、電気はつけっぱなしで寝る。ココチラミは明るいのが苦手、寝られへん人はアイマスクあるといいかも。対策4、リアルタイム情報を把握する。リンデゴード、このサイトはココチラミの発見地域や回数などがリアルタイムで確認できます。対策5、日本に持ち帰らない。韓国滞在中荷物を大きなビニール袋で包む。自宅到着後対策1と2をやる。ココチラミは清潔か不潔かではなくいるかいないか、繁殖力が強く殺虫剤も効きにくいから一度侵入したら専門の駆除が必要になる。しっかり対策して韓国旅行たっぷり楽しんでな。安く韓国旅行したい人はここから。